はい、皆さんこんばんは、ガミです。あのね、もう久々に声を出してね、驚きましたよ。なんでかっていうと、あのね、家の近くになんとまさかのね、野生のハピナスがね、出たんですよね。いや、もうめちゃくちゃもうびっくりして、スマホのね、あの通知が来た時にもうみたいな感じで、もうすごいびっくりしちゃったんですが、でこれね、もうすぐね、野生のハピナス出ました。これ見てください。あのジムの陰に隠れてね、見えないんですが、野生のハピナスがね、出現したんですよね。これもうめちゃくちゃびっくりしましたよ、本当に。いや、これはね、もう絶対にゲットしたい。ほら、これもう見えてます、これ本当に。今もね、めちゃくちゃ緊張してるんですが、あのね、ハピナスが出たんですよ、本当、マジで。もうめちゃくちゃ嬉しくて、いや、これは本当にもうゲットしたい、マジで。もう本当ゲットしたい。さあさあ、何を投げる、身は何を投げる。僕はね、まさかのね、パイルを投げちゃったんですよね。いや、これ間違えたとかそういうわけじゃなくて、もう僕はね、ほんとギャンブラーなんで、ハピナスだろうが なんだろうがもうね、絶対パイルでゲットしたいんですよね。パイルでゲットしたら飴2倍で、これラッキーな飴10個もらえるんで、さあ果たしてどうだ、捕まってくれ、頼む、お願いします、お願いします。やった、ゲット、マジか。いや、すごい嬉しい、本当に嬉しい。野生のハピナスなんてめったに出ないんですよ、マジで。本当に、いや、もう今年の運をね、もう全部ここで使い切ったと言っても過言ではないですよ、本当に、マジで。いや、しかも CP も結構高いんでね、これもう本当即戦力ですよね。で、これで、あの、ラッキーの飴10個無事にゲットできたんで、あのね、ラッキーの飴が54個溜まったんですよね。で、あのね、この間、2キロ卵のイベントで、高校隊長のラッキーが出たんで、この子をね、ハピナスにしたいと思います。いやね、まさかね、本当に、ハピナスが野生で出てくるなんて思ってもいなかったんで、いや、ましてやね、パイルでゲットできるなんて1ミリたりとも思ってなかったんでね、いや、本当にね、マジで運が良かったなっていう感じで、しかもね、一発でゲットできるってね、こんなことまずないですよね、本当に。いやー、もう本当にびっくりしましたよ。ということで、これで僕のハピナスは3体目になりますね。いや、今日ね、まさかのね、ハピナスを1日2体ゲットできるなんてね、夢にも思わなかったですよね。はい、で、あとは、この余った飴でハピナスを適当に強化して、この子もね、マックス強化して、できればジムのね、防衛に当てたいと思います。ということで、この動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。いや、本当嬉しかった、マジで。